私も小さい時からいっぱい踊ってこんなに上手くなりました。10周年ライブということで新たな船で大量キュアを食らいました。そしてですね、今回新たに T シャツも作りました。この T シャツ欲しい方はここに連絡してください。ここですね、ここに連絡してください。はい、非売品です。はい、それでは勝負になり、ありがとうございます。はい、それでありがとうございました。明日も一日お楽しみください。坂口信用金庫でした。流行のショート&ロング丈です。そしてお姫様といえば、なんといってもこの可愛いかんざし。お花は一つ一つ手作りしました。そしてこのお気に入りはも可愛いでしょ。明日も小田原で頑張って踊っていきます。これからも応援よろしくお願いします。以上、ぴょんぴょんてんてこまーでした。はい、石原舞子です。ブルーは青い空、そして真ん中の赤は皆さんと心がつながれていますね。絆の色です。なんといっても上の黄色はひまわりの大輪のようなエネルギッシュな色です。モデルさん前右、はい、後ろ向きに可愛いでしょ。女らしいリボンを強調しています。それでは、はい、マレーにポーズ。池原舞子でした。ありがとうございました。はい、いつでもどこでも楽しく踊ってやられでございます。うちのチームのコンセプトは小田原と高知の、ね、融合ということで、衣装の方と超人ですね、こちら小田原城でございます。小田原ということで、あの鳴子と鍵で鳴るどうですかね。はい、こちらが工事を表しております。衣装の方にはですね、名バッグですね、はい、そして柳のマークも入ってます。サビの方はあのどっちかなキャラクター模様ですね。はい、非常におめでたい柄になっております。うちの柳のよりすぐりの若手1名届いた5名でございます。はい、ありがとうございました。こんばんは、舞姫です。はい、ポーズ。はい、今年の私たちの踊りは鶴をテーマにしています。今年の、踊り衣装はですね、北の大地を舞う環状鶴をイメージして白、黒、赤の3色で作らせていただいています。はい、3、はい、後ろを向くととても華やかな、帯になっています。実はですね、この帯、みんな踊り子みんなでですね、手作りをしております。ね、はい、じゃあ前向きましょう。はい、今年の、衣装なんですけども、実は、2009年の、桜の踊りを覚えてらっしゃる方はいますでしょうか。その時の衣装を、リメイクしたものになります。地球に優しい舞姫です。はい、ね、はい、では、以上、舞姫でした。ありがとうございます。元気いっぱいの女の子たちです。今年は初出場、ピンクと紫で可愛く決めてみました。可憐なシスターズ、どうぞご覧あれ。
ドンドッコ両座談会と申します。毎年お世話になっております。衣装はこれまでの9年間使いました、生地やカラーを全て織り込んでおります。皆様から見ると何の変哲も驚きもない衣装かもしれませんが、私たちには、思い出いっぱい詰まった衣装でございます。毎年作品は更新しておりますが、何年経ってもこの通り、10年経ってもこの通り、いつもこんな感じでやっております。今後ともどんとここで踊らん会、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんばんは、プラスマスキーズです。はい、今年の方は念願のチーム T シャツを作らせていきました。ピンク、水色、親子ペアルックでも大丈夫です。はい、正面にはホイコちゃんついてます。後ろの方を振り返ってもらいましょうか。はい、後ろの方、はい、こちらの方のチームのロゴ作りました。衣装の方では、こちらの方ですね、めでたい紅白の幕をイメージさせていきました。振り返ってみると、はい、こちらの方でコンで縛っています。こういう衣装、それからこういうペアルック、T シャツ使い方、一緒に踊ろうって言いません、一緒に仲間になってください。一緒にお待ちしております。プラスマスキーズでした。ありがとうございました。